僕、思ったんですよ。チヨンジェンって、食べ残し型、耐久型で使われることが多いんですけど、どうしても弱点が多くて、テラスタルを変えながら陰キャ戦法をすることが多いんですよね。そこで今回はその弱点の多さっていうのを利用して、弱歩型チヨンジェン。これちょっと強そうじゃないですか。ということで、こんな感じで育成してみました。実はチヨンジェン、素早さ出力値が70と地味に高いので、この高速アタッカーから弱点技を受けて、そこから草分けで素早さ1段階上げて、返り討ちに合わせていく。そういう戦い方を今回はしていこうかなと思います。では早速対戦の方へ行きましょう。お、相手のパーティー、なんか物騒なポケモンがめっちゃ多いですね。ただね、このね、チヨンジェンの強いところっていうのが、このヘイラッシャとかゴチルゼル、こいつらに一般的にはめちゃくちゃ強いんで、出されることがないんですよ。なので、考えられる戦術としては、このセグレイブ、ハマタッカミ、鉄オドクガ、鉄の武人、多分この4匹の中の3匹が選出されると思われます。なので、ここは初手マリルリで、まあ、適当に荒らしながら、相手の威力偵察をしながら、そっから、この綱の毛皮で両壁張って、まあ、チヨンジェで全抜きしていく。このルートでちょっと戦っていこうかなと思います。セグレイブ。これは、相手、何してくるかな？ワンチャン、マリルに対して、テラスタル切ってくる可能性、なくはないですよね。まあ、別にここはテラスタル切られたらで、割とありがたいんで、これは嬉しいですね。やっぱり、このポケモン対戦っていうのは先にテラスタル切った方が比較的相手にめちゃくちゃ圧をかけないと結構不利になるゲームなんで、ここで情報アドバンテージをこっちが得られるところがめちゃくちゃでかい。さあ相手の持ち物チェックといこうか。なるほど。これは鉢巻きの火力じゃないな。強こいつ なんだこれ。鉢巻きマリルリ、頭おかしいな。ここは相手自身安定卓なんで、ちょっとチヨンジェンはね、ここを出したところで感がめっちゃ強いんですよね。で、まあ、氷の粒っていうのをもらって弱砲を発動させて、草分けするっていうのはありっちゃありなんですけど、最速チヨンジェンにしても、草分け1回で、羽ばたくかみ抜かすことができないんで、もうここはもう、マリルリは、お役御免になります。まあ、相手のテラスタルを開示させて、セグレイブだいぶ削ることができたんで、まあ、十分な仕事はできたと思います。あとは、まあ、砂の毛皮で大地の力入れて、セグレイブ倒してそこから壁展開に持っていくのが強いかな。で、マリルに対してヘイラッシャーを後押ししてこなかったの見るに、多分、相手の控えにはヘイラッシャーいないと思います。だからここはもう比較的安心して、まあ、大地で倒しに行くことができるというわけですね。まあ、砂の毛皮に対してヘイラッシャー出してくるとは思えないですけど、まあ、これは耐えます。いい耐久してる やっぱり砂の毛皮、こんな感じでね、結構防御に振り切ると、いや、HB ベースなんですけど、耐久に熱く振ると、こんな感じで結構硬くなるんで、強いです。で、一応、ブーストエナジーで、最速ドラパルト抜き調整まで、そこまでしか素早さも振ってないんで、まあ、その分めちゃくちゃ硬くした個体になってます。ハバシン。ハバシンはね、これは、タスキかな。メガネの路線も全然あり得るんですけど、タスキ持ちそうなんが、あと、鉄の武人なんですよね。だから、砂の毛皮が壁込みでやられてしまったら、まあ、ちょっとコータニメガネあたり疑ってもいいかもしれませんね。で、壁張って、まあ、バグで耐えることができたら、そっからは、多分、タスキ濃厚になると思うんで、チヨンジェンで弱を安定的に発動させて、後ろでボコボコにしていく感じで良さそうだね。多分、ここ、やっぱり鉄の毒牙が無事になるね。ゴチルゼルは間違いなくいないと思います。うん。だから、後ろはもう消去法で、無人か毒が確定で、で、毛皮の方が早かったし、なんか耐えることもできたんで、ちょっと助けの可能性が上がりましたね。なので、ここはちょっと助けケアして、大地の力を雑に打って、まあ、そっからチヨンジェにつなげていく感じに行きましょうか。いいや、なんか今日は、すごい、論理的に考えて、対戦してる気がするわ。いや、もう、チヨンジェンとかね、食べ残し型とかで、多分、運用してたら、なんか脳死で、
ヤード入りの種ばらまいて守りがするだけで勝てるとは思うんですけど、僕の動画見てる人なんて多分逆張りオタクのこじらせてるやつしかいないと思うから、そんなテンプレ型してもつまんないでしょ。やっぱりチオンジェンに受けのイメージがめちゃくちゃ定着してる今こそ、アタッカーのチオンジェン結構刺さるんじゃないかなと思うんで、今からその強さを証明します。まずはムーホーズ、まあまあ食らいますね。多分これはこだわりメガネだと思います。しかし特攻が下がったとしても大丈夫です。そう、チオンジェンは今回物理アタッカーとして育成しておりますので、はい、ここから返しの攻撃に段階上昇の草分けでハバシンを倒しに行くことができるというわけですね。なるほどね。ちょっと皆さん、こだわりメガネ持ってる、羽ばたく神。これね、チオンジェン普通に素でやられちゃうんで気をつけてください。なんかね、そこそこ、耐久に回してる感じのハバシンであれば、ムーホス耐えれるんですけど、結構とっこり振り切っちゃうと、チオンジェンやられてしまうんで、まあ、どんだけ耐久が高いからといって、ちょっと、慢心してしまうと本当に返り討ちにやっちゃうんで気をつけてください。さあ、ビーストエナジー何が発動するかな。速攻が高まる。いや、これめちゃくちゃ微妙なんだよな、実を言うと。ここは一応テラスタル切って叩き落とすは打つんですけど、相手がブーストエナジーでアイテムを失ったせいで叩き落とせ多分倒せないと思うんですよね。で、ここでヘドローウェーブ打たれたら負けるんですけど、今のチオンジェンのテラスタル採用率ランキング、大体上位が毒とかなんですよ。だから、相手がその辺をちゃんと調べてるんであれば、ここは、ヘドローウェーブを打ってくる可能性は結構低いんじゃないかなと、個人的には思っているんですけど、どうですかね。さあ、チオンジェンよ、叩き落とすで、ワンパンしてもらってもいいぞ。あー、まあそうだよな。オッケー、かかったわ。やっぱり、弱歩チオンジェンっていう存在自体があまりにもマイナーすぎて、相手もテラスタルが何なのか何なのか、わからない感じになってますね。まあ、今回、フェアリーテラスタルを採用している理由としては、流行りのドラゴンポケモンたちと、あと4歳たち、この辺のミラーとか、その辺に強くするためです。まあそういうことで、対戦、ありがとうございました。まあまあ強いね。対戦、よろしくお願いします。初手はね、マリルリで、ちょっと荒さだけ荒らしてですね、そっから、この砂の砂塵でしたっけ、もう砂の毛皮かな、砂の毛皮で、両壁張ってそっからチオンジェンで、まあ、全抜きしていく、そういう感じのルートで今回は戦っていこうかなと思います。さあ、ディンルーから来ましたね。まあ、ディンルーはね、ここでマリルリとの対面結構不利だとは思うんですけど、まあ、こいつ大体突っ張ってくることが多いんだと。ここで相手がディンルーにティラスタル切ってくれると結構ありがたいんで、ここは突っ張っていきます。まあ、一撃は耐えてくるんで。はぁー、強え。え、マジで、ハチマキマリルリで、ディンルー飛ばせるんですね。ちなみに HB だったら、確定2発なんですけど、ただ特防に振ってる感じの個体なんかなと思います。で、あー、これ、特攻上がるパターンか、スライス上がるパターン変わる。あー、ちょっとこれきついかもしれん。いや、ちょっと待ってよ。素早さが上がる個体って結構特攻に努力値振ってないと思うんですよ。だから最悪砂の毛皮で、まあエナジーボール草テラスタル耐えれるんとちゃうかなとは思うんですよ。今回結構砂の毛皮耐久振ってるんで。なのでそれでなんとかしていく感じでいこうかな。ここはもう切り気味でマリルリ行きましょう。相手ここ、テラスタル切ってくるね。オッケー、これは問題なくて、相手の方をじっくり見極めよう。水テラスタル、いや、待てよ。水テラスタルやったらさ、ワンチャンエナボ耐えへん、これ。あ、やっぱ耐えれるよな。ヘドローウィーベやったらちょっと怪しいかなと思ったけど、やっぱり特攻にそこまで毒が努力値振ってなかったらそこまで大したことないですね。オッケー、じゃあここまでマリルリもう十分荒らしまくることができたんで、なるほど。マリルリのこの耐久ラインで、エナボ結構余裕で耐えれたってことは、多分テラバーストも、水テラバー、砂の毛がワンチャン耐えれる説ありますね。オッケー。じゃあこれでマリルリはよく頑張ってくれたんで、あとは砂の毛側で壁を張って、鉄の毒牙をチオンジェの弱歩の餌にしていきましょう。ちなみに特攻に振り切っていない鉄の毒牙のヘドウェーブであれば、最悪、チオンジェン、壁なくたとしても、ギリギリ確か耐えて、
あの返り討ちにすることができるんで、まあ最悪九死に当たってもどうにかなるかなっていう感じではありますね。さあ、じゃあここはまあ光の壁を張って耐えることを祈ろう。まあテラバースト持ってるよな。なるほどね、テラバースト、エナボを両採用してるからヘドローウェーブがないっていう感じなんかな。いい耐久してるね。さすが砂の毛皮、耐久に回すとそこそこいい感じに硬くなりますね。じゃああとはもうステルスロックで雑に切りましょう。炎の前ちょっとここ特攻上げるとめんどくさいかな。上がってほしくないですけど、あー上がっちゃったか。あーちょっとここまで行くと後ろがねパオジアンちょっと厳しくなりましたね。いやーでもねここはね弱点保険はね拾っておかないと、いざ羽ばたくかに、あいつと対面した時がちょっと対マンで勝てるか、ちょっとまあいけるか。ガブリアスだったらこっからあの弱砲発動からのテラバレ倒せるから、それでいきましょう。さあそういうわけで、さすがチヨンジェン耐久バカ高いですね。さすが特防出口確か130やったと思うんですけど、バカにならないですね。さあ草分けで、まあ、鉄の毒が程度であれば一撃粉砕することができるというわけですね。最後誰だ、ハッサムも負けかな。あー羽ばたく神ね、まあ、羽ばたく神はまあこれもそうね、こだわりメガネ持ってたとしても多分チヨンジェン全然耐えれると思うんで、ここはもう草分け打って、まあタスキ持ってたとしてももう一草分けであの羽ばたく神上抜かすことできるんで、2回草分けして勝ちですね。ちょっとねあのチヨンジェン70族なんで、素早さ1段階上昇させても最速の羽ばたく神抜かすことができないんで、皆さん気をつけてください。いい耐久してるわ。バカかてえやこいつ。いや壁張ってるとはいえ、このメガネ羽ばたく神4体ぐらいできるかな。めっちゃいい硬さしてるやん。やっぱ時代は弱ホチ4前か。さて、対戦よろしくお願いします。相手は4歳パーティーですね。ただ4歳パーティーはねこれチヨンジェンで粉砕することができるんで、ちょっとまずはマリルリで相手の場を荒らしてですね、まあ引き続き砂の毛皮で壁展開して弱砲チヨンジェンでなんとかしていこうかなと思います。よろしくお願いします。パオジアンからこれは出しがちですね。さあマリルリで、まあこれは多分タイマン間違いなくマリリの方が有利対面なので、ここはもう、まあ、じゃれつくでもいいんですけど、じゃれ外して、なんか、いろいろこうこすんの、ちょっとめんどくさいんで、ここはマックブレイクで、めちゃん手技でいきましょうか。氷の粒手、これは、びっくりですね。タスキ潰しって言ったところなんだろうか。まあ、タスキ持ちっていうことは、パオジアンこれ確定して、まあさすがにここアクアジェット呼んでくると思うんで、チヨンジェンがいるんだったらここチヨンジェン来るんじゃないかなと思います。ただもう僕はもうアクアブレイクしか押せないんで、ここは突っ張っていきましょう。聞いたチヨンジェン。さあ君のカタツムリはどういう技構成でどういう型をしているのかな。メジャーなチヨンジェンは大体食べ残しを持ってるイメージが強いですが、なるほど。これはまあ身代わりしてくる感じの方だと思います。まあでもここはね、もう、チヨンジェン、ヤードリギの種、これで透かしていきましょう。そう、チヨンジェンには、チヨンジェンを出せばいいんですよ。さあ、相手は何をしてくるんでしょうね。身代わり。なるほど。さあ、多分これヤードリギの種守るカタストロフィーのメジャーな方だと思うんで、これはもう適当に草分けしまくってフェアリーテラスタルご利用していいかもしれませんね。さあ草分けしていきましょう。まあさすがにこれで身狩りが壊れるとは一切思ってはいないが、何チヨンジンこれ有効度あんの相手。畑トスしてきた。ああ弱点保険が消えてしまった。弱点保険が消えました。ここをもう一回草分けしないとあのパオジアン最速抜かすことができないんで、ここもう一回草分けします。で、草分けもう一回打って、畑落とす打って、そっからフェアリーテラスタルでテラバーストしていく感じで、一点強制体制で戦っていこうかなと思います。おい、ヤードギの種か？何？待てよ。相手、これさ、ないんか？カタストロフィー。さすがにあると思うんですけどね。さあ、ここで身代わりが割れて、
あ、マトヤジン、あ、守るがないってことか、じゃあ。叩き落とすカタストロフィー、身代わり宿り木ってことか。なるほどね。じゃあ、ちょっとこっから、チヨンジェンさん、ちょっと強いところ見せていきましょうか。さあ、チヨンジェン、今回はなんと攻撃に結構振ってます。意地っ張りです。なんなら攻撃に振り切ってます。なので、さあ、こっからテラバーストで、まあ、どこまでダメージを入れることができるか、見させていただこうではないか。行きましょう。さあ、お互い災いのお札によって攻撃が低い状態になってます。まあ、身代わり張れない程度まで削れてくれると、めちゃくちゃ嬉しいんですが、はて、そうさせていただけるんでしょうか。さあ、テラバーストで、ミラータイミングを制していけ!いけ!あー、まあいいダメージ。まあ、身代わりはギリギリ張れちゃいますけど、まあ、相手が守るないことがこれで確定したんで、まあ逆に言うと、戦いやすくはなったから、守るがないことは分かってるし、で、ここで相手はもう一回身代わりをしてごまかすっていうこともできないから、これはありがたいですね。なんならここ宿り際に撃たれてもいいわ。カタストロフィーが一番きついから、そのカタストロフィー撃たれて、HP 半分になったところで、パオジアの氷の粒手でやられる可能性が出てくるっていうことを考えると、多分それでいいかなと思ってます。てか、思ってんけど、チヨンジェンミラーってさ、これ、めちゃくちゃ地獄のタイミングじゃない?このフェアリーテラスタルを切ったら切ったらで、チヨンジェンに宿りの種、通りやすくなっちゃうから、なんかそれはそれで、嫌ですよね。さあ、ここは相手身代わりが張れるぐらいの HP になっちゃってるんで、とはいえ、相手がここテラスタル切ってこなければ、チヨンジェン、多分、テラバスを耐えることできないと思うんですね。で、逆に言うと、ここで相手がテラスタル切ってくれたら、多分マリルナークジェの一環が通るんですよ。だから別に悪くはないな。オッケー、倒してくれたらいいでしょう。さあ、この、カタツムリミラーという地獄の対面をなんとか、くぐり抜けることができ、突破することができましたね。さあ、この HP があれば、多分、パオジアンの氷の粒って、および、不意打ち、耐えることできるんじゃないかなと思っております。パオジアン。いや、見といて、マジで、災いの奥だってね、本当に、まあ、相手は災いの剣なんで、まあ、これ、トントンにはなっちゃうんですけど、だとしても、チヨンジェン、素の耐久結構高いんですよ。見といて、不意打ち。耐えるよ、多分。いい硬さしてるいや、これなんすよね、チヨンジェンは。やっぱり、まあ、フェアリーティラスタルを切ることによって、この虫技、格闘技、この辺を半減にすることもできるし、あと4歳の悪ウェポン、これも半減にすることができるっていうことで、まあ、それも何と言っても強いんですよね。さあ、イユイはこれはまあ、アイテム叩き落とすでいいかな。うん。ここで相手の叩き落とすでスカーフ落としたら、砂の毛皮が上取れるようになるんで、それでいいと思います。相手が古代スカーフ持ってたら、これチヨンジェ上取られてるわ。まあ、だとしてもそれでも勝ちかな。バイビーで。何の特別問題ないですね。あ、上は取れてるみたいです。あ、オッケーオッケー。まあ、ここまで削ればもう十分。あとはこれマクワジェット圏内になったんで、まあ、大変ありがとうございました。皆さん、チヨンジェンはね、なんと弱点保険を使わなくても荒らせます。このように、チヨンジェンミラーも、まあ、マモミがヤドリギみたいなクソ害悪型とかじゃなければ、おそらく対マンで勝てることができるんじゃないかなと思ってます。まあ、それぐらいですね。こいつは優秀です。まあ、そういうことで対戦ありがとうございました。いいですね。